2008年中国杯は2008年に中華人民共和国で開催されたフィギュアスケートの国際競技会。2008年中国杯は2008の2009年シーズンのフィギュアスケートの国際競技会中国杯で国際スケート連盟主催2008から2009年シーズンのグランプリシリーズの第3戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、 アイスダンス競技が2008年11月6日から11月9日にかけて中国、北京の首都体育館で行われた。2008、2009ISU グランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は2008年、世界フィギュアスケート選手権の成績、2007から2008年、 シーズンベストスコアランキング2007から2008年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界選手権の成績に基づき1選手最大2大会まで選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体である中国スケート協会に対しては今大会の各種目定員のうち最大3人の出場枠が用意された。 大会までに招待自体や危険があり、男子シングル11名、女子シングル12名、ペア7組、アイスダンス10組での開催となった。ありがとうございます。